今から韓国最後の街歩き、韓国の紹介します。元気な これ誰なの？何屋さん2000円。何を買うの？これは何するの？おお、何これ ちょっと待って。これ何？あの女性に？女性の顔パックです。顔。ああ、これ何なの？こんなやつ。これ、あ、これでいいわけ。値段がちゃうんやけども、これ1個しかないじゃん。一番高いの選んだな、僕。お前せん、もうこれ顔パック。え、なんか分かれるか、バレるかな、混ざってんの。混ざってんの、いいの違う。前は手はこんなでしょ。これはどうちゃん。2개ワンワンフリー。ああ、買わんけワンフリー。2つでとか3つやもちゃん。これ2枚いってるの。これ兄やあげるでしょ。これ先生うん、次のペイテクストリーファン。安かったよ。あ、まあ、だろだろ、別々。いや、別、あ、一緒一緒。一緒一緒。はい。え、なんぼ？4.35と違います。
リファンド？リファンド。生産あるので10時15分にフロントにお願いします。10時15分、15分です。10時15分、生産。あ、お手紙正解。で牛乳買って帰ります。何を買って牛乳牛乳最終日、日本に帰る前の日です。今回のリカレント海外研修、韓国は結果的に大成功だったと私なりに評価します。4日間にわたる研修内容については今後詳しくしていきます。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。今日一日が皆様にとって素敵で良い日でありますように。